リストで行の挿入や削除をすると、このような表に自動的に反映するようにします。こんにちは、ルイカと申します。今回はこのような人が見やすい表を、このようにデータ集計しやすいリスト形式から操作する方法をご紹介いたします。例えば電話の短縮番号表などはたくさんの会社で作られていると思いますが、人が見やすいようにある程度の範囲で区切られて複数の表になっていることもあります。一度作るだけであれば頑張って作れば良いのですが、内容の削除や追加があると結構大変な修正作業が発生します。こちらの会社と取引がなくなったので削除する場合、単に空欄にするのではなく空いた部分を詰めて全体的にずらそうとしますと、この表の最後までをコピー、削除する行から値で貼り付け、次の表の先頭をコピー、こちらの最後に値で貼り付け、2番目の表も2行目以降をコピーして先頭から値で貼り付け、最後の行は次の表の先頭から、といった感じでとても大変な作業になります。やっとの思いで最後まで作ったとしても、新しい取引先が増えたのでこの前消したところに入れておいてなどと言われたら、今と逆のことをやっていかなければなりません。しかし今回ご紹介する方法を使えば、このように両方向に並んでいるリストでデータを削除すれば、全部自動的に詰めて表示させることができます。この表の変わり目の部分もちゃんと一つ前に移動しています。さらにやっぱり追加と言われても、このようにセルを挿入すれば、こちらの表もその分だけ自動的に空白行が挿入されます。電話の番号表に限らず、こういった表を使っていく上でとても役立つと思いますので、ぜひご覧くださいね。では解説をしていきます。まずは表を作ります。これは単に罫線や書式を設定するだけですので、お好みで作成してください。上の行と左の列はこの後作業用として使いますので、少し開けておきます。リストも用意します。どこかからコピペで持ってこれれば良いのですが、ない場合は残念ながら頑張って手打ちをしましょう。印刷の設定もしておきます。ページサイズや向き、余白などを設定。印刷したいのはこちらの表だけですので、範囲を選択してページレイアウトタグ、印刷範囲、印刷範囲の設定です。これで表の部分だけが印刷されるようになります。この1行目と1列目は作業用として使いますので、印刷対象外にしておきます。全体的な準備ができましたので、番号と会社名を表示していきましょう。こちらの内容を表示するのであれば、番号はそのままセルを参照して、会社名はその番号をもとに VLOOKUP 関数を使えば良さそうですが、それだとうまくいきません。こちらは今番号はリストの番号を参照、その番号をもとに VLOOKUP 関数で会社名を表示しています。これで表示されてはいるのですが、こちらのリストの一部を削除しますと、このようにエラーが出てしまいました。他にもリストに行を追加しても表の方は何の変化もありません。こちらの値はもともとこの行を参照していたのですが、セルが挿入されてこれ以降が下にずれると、参照している行も下にずれていってしまいます。それがメリットの場合も多いですが、今回はこちらが1行空いたらこちらも1行空いてほしいので、セルを直接参照する方法ではうまくいきません。参照先が削除されたり移動しても変わらず同じ位置のセルを参照するには、オフセット関数を使用します。オフセット関数はセルを参照する関数で、基準となるセルから指定した数だけ移動した位置にあるセルを参照します。この場合基準となるセルがこちらのセル、2番目の引数が行方向の数で2を指定していますので、この基準のセルの2つ下のこの B が表示されています。列数は0にしているのでこの列から動いていませんが、1を指定すると1つ右のセルを参照します。
値を入力するとちゃんと反映しますね。行方向でマイナスを指定すると基準のセルから上方向、列方向でマイナスを指定すると基準のセルから左方向を参照します。このオフセット関数、直接参照しているのは基準のセルだけですので、行と列が移動した先のセルが削除されてもレフのエラーにはならず、削除前と同じ位置のセルの値を返すことができます。 B のセルが削除されて上方向にシフトしましたので C が表示されていますね。これで対象のセルが削除されたり移動しても変わらず同じ位置のセルを参照できますので、こちらの表でやってみましょう。まずは番号を表示させてみます。この1番目のところにリストの1行目、2番目のところにリストの2行目と表示していきたいのですが、オフセット関数の引数に別々の数字を直接入力していくのは大変です。そこでこのように計算用の数字を用意しておき、この数字をもとにリストの上から何行目になるか計算するようにします。例えば1番目はこちらの1とこちらの0を足して1、2番目なら2たす0で2、最後は10たす0で10、次の先頭は1たす10で11、その最後は10たす10で20、その次は21という感じです。この範囲で20個ありますので、下段は21から始まるようにしています。足し算の結果だけを表示しますとこのようになります。1番から始まって10番、11から20、21からと、それ以降も1ずつの連番になっていますね。この数だけこちらのセルから下に移動した値を持ってくることになります。オフセット関数にしますとこのようになります。基準となるセルがリストの一つ上のセル、行方向の移動が先ほどの足し算をした値になっています。列方向は基準のセルと同じで良いので0になっています。これでリストの内容を参照できますが、このセルをコピーしますので絶対参照にしておきましょう。基準となるセルはどのセルからも同じですので、行と列の両方絶対参照です。こちらの左にある値は縦方向にコピーした時は一緒に動いてほしいですが、隣の表にコピーした時は動かずにこの列を参照したいので列だけ絶対参照。この上の値は逆に行方向にコピーした時は動かずに、横方向にコピーした時に動いてほしいので行だけ絶対参照にします。これで番号の式ができました。次に会社名の方を作りますが、これは今の番号の式を少し変えるだけで簡単にできます。セル自体ではなく入力状態にして番号の数式をコピー、会社名のセルに貼り付け、オフセット関数の列方向が0で基準のセルと同じ列を返していますので番号の1が表示されていますが、会社名はその番号の一つ右のセルですので、この列方向の0を1にします。そうしますとこちらの列の一つ右にある会社名が返されます。 VLOOKUP 関数より簡単ですね。あとはコピーするだけです。この2セルを選択してコピー、一つ目の表を全部選択して数式だけ貼り付けます。ちゃんと表示されていますね。この表を選択してコピー、他の表に貼り付けですが、一つの表の左上を選択、コントロールキーを押しながら他の表の左上だけを選択していきます。そして数式だけ貼り付けますと、それぞれの表全部に貼り付けることができて便利です。これで完成です。と思ったら0が表示されていました。これは参照先が何もない時に表示される0です。番号の方は書式設定で何も表示しないようにしていますので、会社名の方だけ対処します。ダブルクォーテーション2つをつなげることで数値ではなく文字列として認識されますので0が表示されなくなります。大丈夫ですね。試しにリストで値をデリートキーで消してみますと、表もその部分が空白になりました。セルの削除でリストを詰めますと、表も空白が詰められて表示されます。逆にリストでセルを挿入しますと、
表も空白が挿入され、文字を入力すればちゃんと反映しますね。会社ごとにグループがあり、グループの変わり目ごとに一行間を空けておきたいといったことも、こちらのリストを一行ずらすだけですので簡単にできますね。今回は電話の番号表を例にしましたが、他にも人が見やすくなっている代わりにメンテナンスがしづらい表はいろいろあると思います。しかし今回の方法を使えば見やすさとメンテナンスのしやすさを両立できますので、ぜひ試してみてくださいね。もしお役に立ちそうでしたら、チャンネル登録やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますと、とても嬉しいです。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。